現実を見ろ。この世は思い通りにはいかぬことばかりだ。長く生きれば生きるほど現実も苦しみと痛みと虚しさだけが漂っていることに気づく。この世のすべてにおいて光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。平和を保ちたいとする利己的な意志が戦争を起こし、愛憎しみが生まれ、お前が傷ついたからこそ代わりに助かった。これらは因果関係であり切り離すことが無理。数が少ないから黙って死ぬか。そんなバカなことねえだろ。歴史を見ろ、王家だろうが武家だろうが、いつだって数の少ない側が支配してきたはずだ。今の世界がバカに寛容すぎんだよ。ひっくり返すぞ。今度は俺たちが統治する。戦いは喧嘩じゃねえぞ。どっちかが生きてりゃそれは終わりじゃねえ。理由が必要か。戦いによ。地獄になったんじゃない。今まで勘違いをしていただけだ。最初からこの世界は地獄だ。強い者が弱い者を食らう。この世界で強くあろうとした弱い僕を助けてくれた。全身に何百の武器を仕込んでも腹にくくった一本の槍にはかなわねえこともある。俺はさ、いつもいいな。俺がなるって決めたんだから、そのために戦って死ぬんならいい。ふざけんな。師匠、俺の先生を、俺の仲間を、俺の里を、こんなに仕上がったお前なんかが偉そうに答えてんじゃねえ。たまにああいうバカ、敵を決めたら死ぬまで戦うこともやめねえやつ。ああいうのを敵に回すと厄介なもんだぞ。この勝負、勝つにせよ負けるにせよ、俺はああいうやつ。戦いは爽快なものであってはならない。戦いとは絶望に満ち陰惨なものでなくてはならない。暗く恐ろしく、お前の自分の力を信じずにどうする。
戻りりゃ蹴り倒す、足が戻りりゃ噛み倒す、首が戻りりゃ睨み倒す。